ジャック・マクデビットは、アメリカ合衆国の SF 作家。地球外生命とのコンタクト、考古学などをテーマとすることが多い。1981年、短編ザエマーソン・エフェクトでデビュー。2年後、諸女長編ザ・ヘラクレステキストを出版。人工的に作られた信号が発見され、その余波が人類文明を脅かすという話である。その後の作品も、 同様の傾向のものが多く、何らかのファーストコンタクトを描いている。未知のものへの恐怖とセンスオブワンダーの入り混じったトーンのものが多い。ザ・エンジンズ・オブ・ゴッドでは、かつて宇宙には知的生命体が溢れていたが、今では異物しか残っていないという設定を導入した。その後同じ主人公の作品を5作書いている。探索者は2006年のネビュラ賞、長編小説部門を受賞した。 それまで14回もノミネートされたことがあったが、探索者で初めてのネビュラ賞受賞となった。フィラデルフィアのラサール大学を卒業。同大学で毎年行われているフレッシーマンショートストーリーコンテストで優勝し、大学の文芸誌フォークウォーターズにその作品が掲載されたことがある。後にインタビューで次のように述べている。私はデイビッド・コッパフィールドを読んで、 とてもこんなレベルの小説は書けないと思った。だから他の道を探すしかなかった。海軍に入隊し、タクシー運転手をし、英語教師になり、北の国境線で税関の検査官の職を得た。四半世紀は小説を書かなかった。1980年、マクデビッドは妻に勧められて、再び小説を書き始めた。2007年現在、ジョージア州。 ブランズウィック近郊に住んでいる。ありがとうございます。